マクシミリアン・マックス・クルーゼは、西ドイツ・ラインベック出身のサッカー選手。1、FC ・ウニオン、ベルリン所属。元ドイツ代表。ポジションは FW。ベルダーブレーメンで、プロデビューしたが、トップチームでの出場機会が得れず、2009年に2、ブンデスリーが FC、ザンクト・パウリに移籍し、2009から2010シーズンに、ブンデスリーが昇格に貢献したが、 翌シーズンに再開で降格した。降格したシーズンでは13ゴールを挙げる活躍を見せたものの、チームは4位にとどまり、1年でのブンデスリーが復帰を果たすことはできなかった。しかし、クルーゼ自身はその活躍が認められ、2012年夏に SC、フライブルクに移籍。全34試合に出場し11得点を挙げ、フライブルクの5位に貢献し、チームに UEFA ヨーロッパリーグ出場権をもたらした。2013年4月11日に2013から2014シーズンから4年契約でボルシアメンヒエングラートバッハに移籍することが発表された。2015年5月11日に2015から2016シーズンから4年契約で VFL ボルフスブルクに移籍することが発表された。2016年8月2日 ベルターブレーメンに移籍した。2019年6月28日、フェネルバフチェースケート仮契約を結んだことが発表された。7月3日、メディカルチェックを通過し、フェネルバフチェースケート正式に3年契約を締結した。2020年8月6日、1FC ウニオンベルリンと契約した。フライブルクでの活躍が認められ、2013年5月に、 ドイツ代表に初招集され、5月29日にアメリカのボカラトンで行われたエクアドル代表戦に先発し、代表初出場、ルーカス・ポドルスキの2点目をアシストした。代表2試合目となったアメリカ代表戦で、代表初ゴールを決めたが、チームは3から4で敗れた。UEFA ユーロ2016予選では、途中出場が、あるじながらも5試合に出場し、 三得点を挙げる活躍を見せた。しかし2015年10月、ベルリンでタクシーに乗った際、現金7万5千ユーロを車内に忘れ、さらに紛失したことで、チームから罰金2万5千ユーロを課されたことと、2016年3月19日の SV ラルムシュタット98戦後、ベルリンのクラブで自身の28歳の誕生日を祝った際に、写真を撮っていた女性から、 携帯電話を無理やり取り上げ、データを削除するというトラブルを起こすなど、素行の改善が見られず、同月末に行われた親善試合ではメンバーから外された。さらにメンバー除外から数時間後には、セックステープがインターネットで流出していることも報じられた。クラブでは、校長をキープし、代表でも短い時間で結果を残したものの、 前述の旅重なる不祥事が原因で UEFA ユーロ2016に向けた候補メンバー27名から外される結果となった。2020年東京オリンピックのメンバーにオーバーエイジで選出された。ゴール、ボルシア・メンヒ・エングラート・バッハ、フライブルクのエースを獲得。2013年11月11日閲覧。サッカーキング。 ボルフスブルクがドイツ代表クルーゼを獲得。今季は11ゴール記録。2015年5月13日閲覧。問題児クルーゼがブレーメンに吹き、再スタート、背番号は10。サッカーキング。 https://www.soccr-king.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュワールドスラッシュジャーマンスラッシュ20160803スラッシュ 475725.html2018 年5月25日へつらん ?mxkruse フ,フ,フェナーボズ sk, https, コロンスラッシュスラッシュ www.fenerbahce.org スラッシュ haberler スラッシュビデオスラッシュ2019スラッシュ7スラッシュ m-a-x-k-r-u-s-e2019 年9月15日へスランマックスクルーズフェナーボズで フェナーボズ SK, HTTPS, www, フェナーバス ORG, ハバーラークラップ 2019, 7枚メートルアックスクルーゼ、フェナーバスで2019年9月15日、閲覧。ウニオン、元ドイツ代表 FW、マックスクルーゼ獲得。キッカー、日本語版。2020年8月7日閲覧。ゴール、ドイツ代表。 4選手を初招集。2013年11月11日閲覧。ゴール、計7ゴールの乱戦アメリカがドイツを下す。2013年11月11日閲覧。ゴール、大金紛失、パーティー騒動、セックステープ流出、トラベル続きのクルーゼが、ドイツ代表除外。2016年6月5日閲覧。ゴール、ドイツ代表。 ユーロに向けた候補メンバーを発表キミヒやバイグルなど若手4人も選出。2016年6月5日閲覧。サッカーキング、W 杯のドイツ代表に落選したクルーゼ、ポーカー世界大会で3位に。2016年6月5日閲覧。東京五輪で公開プロポーズ、ドイツ五輪代表 FW クルーゼが試合後に TV で彼女に愛の告白。 サッカーキング、2021年7月30日閲覧、ありがとうございます。